かよ。と夢を見てました。分解調査を置くのはやめようね。だって、あそこで出したまんまなんですよ。私の手がおかしい。気にしたら負けです。とにかく、全員の残党だよ。どの量が違うだろ。違いますよ、相性が違います。まあ、それは置いておいて戦闘。今回は味方の。エレベーターからのお客様を全開。これはもう。床に飛躍してるお客様はお帰りください。どうやら天国へお帰りくださった模様。バババ。また撃つのやめや。いい子に触りだね。きっと、何かの事情があるんでしょう。あ、味方が倒れてる。AD になってごめんね。その代わりのグレネードだよ。ちょっと前に出て。ほい。装填装填。装填完了したね。よし、もう一回行くよ。ちょっと様子を。うん、できたな。弾を撃たないで。見つけろ、見つけろ。違う、大丈夫そうだね。ほい。誰か逃げろゲロ。合わせてゲロゲロ。よけろゲロ。そういや自己紹介を忘れてたね。申し遅れました。私が叶えで。王さんのお気持ちです。よろしくね。よし行くよ。グレネード危ないね。顔立ちの失踪に逃げるのか。壁との角度を計算して。ほい。壁で。ほい。どこで爆発させてんのよ。へへへ。さあ弾がなくなったよ。弾薬箱どこだ。どこだ。違う。グレネード飛んでったね。危ない危ない。ちょっと休憩します。ネコボコの打ち合いは本当すごいよね。ロッカーでの打ち合いも楽しいんだけどね。後ろのエスカレーターのところに行ってみよう。もうやだ危ない。はい、ここの緑色の髪の子。剣座からエスカレーターの上を飛んだりしかいけませんよ。動きをつけます。絶対またなるだろ。バレたか。どこ狙ってるの。無覚射撃です。敵の攻撃。痛い、死んじゃうよ。柱を縦にして回復すれば大丈夫かな。なんとか生きてる。生きてるって素晴らしい。とりあえず相手になってから呼んで。見つけろ、見つけろ。へえ、そこも分隊長。人生延長してる。ふむふむ、なるほど。そうかそうか、それなら大丈夫そうだな。生きてるって素晴らしいよね。で、別にあんたのことを思っていったわけじゃないんだからね。何この組合暴力ひどい。暴力はいけないと思います。まず君は自分の立場を忘れないようね。じゃなくても違えて感覚を使うためにかい。よくありますよね。君の人は何なんか思うんだけどね。あのサークルさんの最高にはそっちですかそうですか。お邪魔します。新刊に続くください。バラク伝承してください。私の屍から漁ってください。こんなのに本店に来てほしくないね。私の薄い本棚じゃないですか。帰ります。なんか複雑だな。通れない。しっかりくぐってください。お、出れた。ねえねえ、この場所良くない。どうでもないんだけどな。スキルは譲ってあげました。そしてこの夢である。この武器、テクニセンス用意って誰かが言ってました。やっぱここ以前。ここ京都市です。皆さんもよかったら使ってみてください。他の人には教えちゃダメだよ。じゃないとも約束ね。外が騒がしいな。お疲れ様です。京都市破れる。グレネードを撃つのはずるいと思います。グレネード撃ってる奴に言われたくないと思う。やい、バカバカ。そんなとこに、なんてバカじゃん。死ねこりゃ。これはひどい。大体なんで私が死なないといけないんですか。グレネード使う奴は最低な強者です。さなえ、ブーメランって知ってる。何それ美味しいんですか。ここはグレネード使いましょう。あれれ、グレネード使う奴は最低の強者じゃないのかな。うわ、体力やばい。きっとのこと死ねばいいのに。何かいました。なんでもない。お弁当無茶無茶。そしてこの名が不要である。ほい。思ったんだけどこんな動画でいいのかな。だって変に突撃して戦闘になるの嫌だし。まあ、それもそうだな。って納得しちゃっていいのだろうか。この動画の注意事項は動画説明欄におりますので、そちらを10回読んでから見てください。動画始まってからもう読んでも多分だけどね。私初心者です。私初心者です。大事なことなので2回言いました。どんなのも早めに嬉しだと思うんだけどね。次は私がいただきます。これが実力ってやつです。ただのことにしてるようにしか見えないんだけど。クリア。こまめに電気を消すことで地球環境に優しく。戦闘攻撃自体が環境に優しくないと思うんだけどな。もう一丁。誘爆したもの。うん、一回距離保って。よし、もう敵さんいないかな。覗いてみよう、違う。ほい。もう運命を入れました。そして。車内の呼吸続けてみろ。連発されてるじゃないですか、やだ。よし、こうなったら、本当にやっちゃいますか。もはや安定である。ほい、当然終わったらまた撃ちに行くよ。よし。ほい。
からが叶えの本番。おっ、早く当ててよ。当てらない当てらない、しっかり集中して。おや、今何だろうな。私に誘うなんてちょっと2000年早いです。もういないかな。いました、金閣屋ダース。こいつはひどい。もういないよね。いた、エアバーストとかなんなの。相手もエイムだったな。エアバーストとかぶかってるわ。グレネードぶかってるやつに言われた。分隊長、ふん、すっきりしました。もう頭壊れてるんじゃないのか。分隊長もですか。いや、お前もだよ。え、そんなことかなこ様にも諏訪子様にも言われたことないのに。もうこんなのやだ。知ってた、違う、スモークだろ。え、なんも見えないね。それでも冷静にコンコンするかなえさん、マジかねっす。私にかかればこんなの楽勝です。なんかグレネードも発揮できてないのは気のせいかな。初心者でも簡単にできる技ですね。大満と行きましょうか。なんか始まったよ。できた。お、大丈夫。あれ、大変です。どうしたんだい。あの分隊長がいません。確かにあの場所にないね。何かあったんでしょうか。危ない。写真撮ります。はい、チーズ。プリクラでしょうか。いや、照明写真も頼んでね。ちゃんと戦うよ。ごめん、写真出てきませんよ。壊れてるんじゃない。さっさと戦いに戻ろうね。ちゃんと動けよ。なし、グレネード行くよ。もはや戦闘だな。すごい、ビットもしてないです。弾薬無駄にするなよ。よし、あの通路に向かいます。もういないでしょうか。明らかに手待ちされていたのよ。マルちゃん、ほんとやー。正直に手待ちされたの。君が死ぬまで打つのやめない。プライスに続けることになりそうだね。それがこの後ヘッドショットの連発で、ヘッドショットの連発で、ヘッドショット全然わかんないじゃん。これがレルが曲がってんじゃないの。エリバルだからどちらかというと感動だね。感動なんかに負けない。敵にはやられたけどな。副将ね、あ、トゲありがとうございます。優秀な味方でよかったな。ほんとそうですよ。ここはヤバーストで応戦ですね。あれれ、お前さんヤバーストとかずるいんじゃないの。敵さんも使ってるからいいんです。よし、ここで出待ちしよう。さすが、やることだったな。なことどうでもいいんですよ。このエイムである。手加減してあげてるだけです。定期さん来ないかな。来なかったのでカットしました。わっせ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 、ちょっと様子を。やばいやばい。分隊長、これは絶対許せないんだから。分隊長の片っ端です。お、トゲ、うん、そんな気がしてました。もう一球はしたい。残り少ないなら突撃してきてくださいよ。 AT とかありえないです。あのさ、何回も言うんだけどさ、グレネードやってるやつに言われたくない。というわけで、私たちのチームの勝利です。ちょっと、僕の話を。一旦真ん中抑えられれば大体勝てますよ。そうじゃない時もあるけどね。で、初めての DF4 の実況どうでしたでしょうか。ワールドオブウォーシップの実況に比べて話すテンポが早いですが、そもそものプレイ面が良くないと思ってます。そこは私が頑張ります。常識にとらわれないで。多少はとらわれてね。メインウェポンで戦えるように頑張ります。それが普通なんだけどな。お見苦しいところがないように頑張ります。編集を、うつ主が。おい、そこじゃないだろ。こんな動画ですが、次回以降も続いていきます。時間があったら見ていってね。じゃあね。